まあこれに関連した人間をですね、次から次へにまあ首にしてですね、汚職ということで全部とっ捕まえて失脚させてきたと、習近平はですね。習近平の特に対ロシア関係の右腕と言われていた人なんですけれども、これがまあ実際上失脚しちゃったというわけです。こういう独裁者が強いんですよ。 習近平権力固めに成功してきたと、王将校という自分の子分を公安のトップに任命しましたということですね。これはあの6月24日なんですけれども、中国共産党常務委員会が開かれまして、公安部長に王将校というですね、この男を任命したと、正式に任命したと、公安部長ですね。 え、公安のトップ、この、王将公という、これの名前ですね。えー、この人は、まあ、あの、福建省にいる時から、習近平が福建省にいる時からのずっとの、ま、側近であって、まあ、公安端に入って,てですね、そこでずっと、ずっと、えー、修正してきたということですね。 で、公安では、かつての、郭卓民派のですね、周永校という人が大人脈を築いていたんですが、まあ、これに関連した人間をですね、次から次へに、まあ、首にしてですね、えー、汚職ということで全部、えー、とっ捕まえて失脚させてきたと、習近平はですね。まあ、そのお、仕上げ的な意味でですね、えー、この、ぜまあぜ、前任者はですね、えーん は、まあ、まあ、自分は、あの、習近平が信頼できない、えー、人間であったと。うん。いうことで、えー、こいつを首にしてですね。そし,そして、えー、自分の本当の子飼いの子分をお、この公安のトップにした。習近平からすると、軍はもう抑えてある。大丈夫だという考え方で、そして、あと、怖いのは公安ですから、えー、公安の方をですね、えー、部門も自分の子分を抑えたということで、えー 第三期目以降、まあ、終身権力者に向けての地位をかなりしっかりと固めてきたということのようですね。えー、そこでですね、この、最近の人事を見るとなかなか面白いことがわかりまして、こういうことなんですね。うん。習近平はですね、結構古文にもですね、冷血といえば冷血冷淡といえば冷淡自分の言うことを聞いたからといってもですね、えー、世間の評判が かんばしくないと、政策の失敗をその古文に押し付けてですね、失脚させてしまうというようなことが最近起きておりますと。えー、春季ペイ、古文にも冷血。鎮全国っていう人がいました。これ悪いやつでね、そのウイグル人ダンスを徹底的にやった人なんですけども、えー、この人もですね、あんまりそのウイグルのことが世界に強制収容が知れちゃったんで、どうも主制街道からですね、外されちゃって、感触へ、 感職に追いやられて、政府中枢から排除されてしまいました。陳全国さん。うん。えー、ね、ウィーグルダンスしたが感職にと。これも世界にですね、評判が悪くなっちゃったからですね、世界に知れば立って。れから、李強という人、この人は上海の共産党のトップで、上海ロックダウンをやった責任者なんです。しかし、これも上海ロックダウンすごい評判が悪かったんで、彼もどうもですね、この上の出世の道は立たれちゃった。と、今言われて、え、ー おりますね。うん、次の昇進望み薄ということなんですね。えー、それからですね、うん、最近ちょっと話題になりましたら少し前ですけども、この楽,楽玉清さんという人ですね。人なんですけど、この人はあの外交部の時間だったんです。えー、まあ、読んでば外務次官 大臣のすぐ下なんですよね。向こうは外交、あの外務省じゃなくて外交部って言いますか外交部の時間、大臣の次に偉い人だったで、失脚しましてですね、えー。この人はラジオテレビ部門の、ラジオテレビ総局の副局長に就くということが最近発表がありました。で、これは、この人はですね、えっ、ー、と、ラクさんはロシア専門家で、若い頃からロシア専門家で、 今年の2月でしたかね、ウクライナ戦争が始まる前ですよね。この、習近平とプーチンがあった時なんかもそのアレンジをするということで、で習近平の特に対ロシア関係の右腕と言われていた人なんですけれども、これがまあ実際上失脚しちゃったというわけです。 外交部にいた人がラジオテレビ局部門の,の副局長ということですから全然専門部屋違うところにやられちゃったということで。これは習近平、これはあの解釈の仕方によっては人によってはですね、これは習近平が,が自分の公文を使ってロシアと外交する重要人物なんだけれども、離婚協によって外されたんだと。 これは習近平の力がなくなった証拠だというふうに解釈している人もいます。しかし私はそれは違うと思います。えー、これはあまりにですね、世界でチャイナとロシアは一体化してんだ、えー、ということが言われてですね、それに対する反発が強すぎたということなんで、いや、実際上は一体化している。大きく言えば中ロ一体化の道を歩んでいると私は思います。えー、しかしそういった印象を世界に与えたくない。うん。 えー、そして、党内闘争でもその辺に広がると不利になるということで、こいつにですね、この落玉政に責任を押し付けて、チャイナの進路外交。いや、えー、俺はちょっとスタンスは違うんだよと。ロシアから大いにエネルギーを買ったり。 え、チャイナで作っている工業製品とかどんどん売ってます。経済的にはますますうまくいってる。しかし、この落玉生さんなんかが言ってですね、え、チャイナとロシアの友好関係は青天井だと。もうどこまでもこれまで、あの、発展するんだというようなことを言ったのがこの落玉生さんなんですよね。そういうセリフ、セリフを広めたのが。それはちょっと行き過ぎで俺の立場上良くないぞと。 言うので責任を取って首を切ったというのが失脚させたと。自分にとって自分に非常に忠誠を使ってもう一生懸命やってくれた親分の言う通りに過激に人から憎まれても自分たちも修正したいから一生懸命やってきました。しかしその人たちも評判が悪くなったら、習近平は自分自身を守るためにいともあっさりとそいつらの首を切っていくと。 なかなか冷徹冷血なですね。やっぱり独裁者ですね。こういう独裁者が強いんですよ。特に。